切な朝顔が枯れちゃったんだ。観察日記の宿題が台無しだよ。大げさだな。何年同じことやってんのさ。まともに咲かせて試しがないんだから、君ってやつは。ふぅ。水をやらなくちゃ枯れるのは当たり前でしょ。はい。朝顔だって生き物なんだからね。植物や動物ばかりじゃなくて、僕たちの住んでいる地球だって生きてるんだよ。地球が？そう、今から45億年前に誕生した地球は、最初熱い火の玉のようだったんだ。そして長い年月がかかって、冷えて固まって雪、き大雨が降って海ができた。へえ。そして海の中に生物が誕生したんだ。海の中に。この生物は長い年月の間に陸上でも生きていける動物に変わっていった。その頃には木もたくさん生えて、恐竜なんかのいろいろな動物が生活していた。そして6500万年前に恐竜が絶滅してから、哺乳類の時代がやってきた。人間が誕生したのはそれからずっと後なんだ。へえ、そうなのか。今では太陽の恵みを受けながら、地球上にたくさんの昆虫や魚や鳥、植物、動物が生きてるんだ。人間もその中の一種類なんだよ。そして毎日数えきれないくらいたくさんの生き物が誕生して死んでいくんだ。あの蝶は何してんだろう。花の蜜を吸ってるんだよ。あー、ずるいや。花の蜜を取っちゃうなんて。そんなことないよ。虫は蜜をもらったお礼に花粉を運んであげるんだ。おしべからめしべに花粉を運んであげないと果物もできないんだよ。そうか、虫は働き者なんだね。君とは違うね。ドラえもん、花がないのにアゲハチョウが止まってるよ。何してんのかな。ほら、よく見てごらん。卵を産んでるんだよ。え、本当だ。ね、お尻を突き出してせい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 とあちこちに産みつけてるだろ。ねえドラえもん、この産んだ卵どうなっちゃうのかな。そう、いい質問だ。こういう時は21世紀子供百科を出して。あれ、なんか動いてるよ。見ててごらん。今、
アゲハチョウが卵から出てくるところなんだよ。あー出てきた。あーあれあれあれ、ドラえもんアゲハじゃないじゃない。そうだよ、これはアゲハの幼虫。これからもっと変身してアゲハになるんだよ。へえ。あれ、幼虫が卵の殻を食べちゃってる。うん、最初に殻を食べて栄養を取ってるんだよ。ねえねえねえ、この幼虫何してるんだろう。脱皮って言ってね、皮を脱ぎながら大きくなっていくんだよ。すごい食べ方してんのかな。あん。あれ、今度は枝に捕まって何が始まるんだろう。よく見ていて、面白いから。これはね、幼虫からサナギになってるんだ。すごい大変身でしょ。本当？あ、サナギが割れてきたよ。さあ、いよいよアゲハチョウになる羽化が始まるんだよ。してるんだよ。昆虫はオスとメスが交尾して卵を産む。ホタルやスズムシやキリギリスのオスが光ったり鳴いたりしているのは交尾するためにメスを呼んでいるんだ。こうやって昆虫ばかりではなくて生き物たちはずっと子孫を残していくんだね。そうか、生き物って子孫を残すことが大きな役目なんだね。のび太くん、小さくなって生き物たちの世界を覗いてみようよ。スモールライト。
それじゃあ他の生き物の生まれるところを見ていこう。最初は七星テントウが卵から出てくる孵化だよ。へえ。わあ、たくさんで踊り踊ってるみたいだ。そして羽化。背中の星は最初はないんだけど、だんだん濃くなってくるんだ。あ、気持ち悪い。何これ？カマキリだよ。でも生まれた時からカマキリの形をしてるんだね。本当だ。始まるよ。アキアカネって赤トンボのことなんだ。あ、ドラえもんほら落ちちゃう。大丈夫、見ててごらん。ほら大丈夫でしょ。このあと長い時間かかって羽が伸びてくんだよ。が羽化をしているところさ。わーい、生まれたばかりのカタツムリって透き通っててかわいいね。あー見て、お母さんの上におんぶいてる。今度は水の中の生き物。これなんだかわかるかな？なんだろう。わかった。オタマジャクシ。オタマジャクシはカエルの子供なんだよね。あ、なんか動いてるよ。これはアカウミガメ。卵を産むために砂浜に上がってきたんだよ。わあ、たくさん産むんだね。そう、一回に100個から150個も産むんだよ。へえ。あ、最後にはちゃんと砂をかけるんだ。そして2ヶ月ぐらいすると子ガメが誕生するんだ。わあ、かわいい。へえ、タコの卵ってたくさんついてるんだ。卵からタコの赤ちゃんが誕生。タコの赤ちゃんってほとんどタコの形してるけど、足が短くて目が大きいね。タコとくれば次はイカ。でもイカってさ、どこが口でどこが頭なの？あ、食べた！足の間に口があるんだ。枝に足を絡ませて何やってるんだろう？卵を産んでるんだよ。
枝についているふわふわしたものが卵なんだ。そうか。あれ？何が殻をつっついてるんだろう。わかった、ひよこだ。そう、ひよこ、ニワトリの赤ちゃん。かわいいな、自分で立ってるよ。お母さんに甘えてる。あ、牛が生まれたんだ。お母さんが舐めてる。お風呂に入る代わりかな。あれ、生まれたばかりなのにすぐ立つんだね。できるか見ててごらん。巣を作ってるんだ。お父さんがお酒を飲む時のとっくりに似ているでしょ。だからとっくり鉢って言うんだ。ここに卵を産んで幼虫が生まれた時の餌にする青虫をいっぱい入れて蓋をする。そうか、幼虫は青虫を食べて大きくなるんだ。塩招きも一生懸命砂浜を掘って巣を作ってるんだ。この魚はオスだけど自分の巣を守ってるってわけ。でもさ、ほら、あくびしたり、逆さまになったり、のんきなお父さんだね。この虫、何運んでるの？これはファーブル昆虫記で有名なフンコロガシ。玉押し小金って言って、動物の糞を丸めて巣に運んで食料にしたり、その中に卵を産んだりするのさ。いろいろな巣や卵の産み方があるんだね。ほんとだね。ところでドラえもん、動物の誕生は分かったけどさ、植物の誕生はどうなるの？それではタイムテレビで時間を縮めて見てみよう。朝顔、朝顔出して。出てきた。種も生きているのが分かったでしょ。朝顔は種から根や芽が出て大きくなるんだよ。うわー、どん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 伸びる。これは時間を縮めて見ているからなんだけど、本当はもっとゆっくり伸びてるんだよ。でもツルが伸びるのは早いんだ。1日に7センチ以上も伸びるんだよ。ツルの巻き方をよく見てごらん。上から見ると時計の針の回り方と反対になってるね。
この巻き方はどの朝顔でも同じなんだよ。巻き方はつるとは反対に巻いてるんだよ。僕の朝顔も枯れなきゃこんな風に綺麗に咲いたんだろうな。しぼんじゃった。もったいない。でも花がしぼむと種ができるんだ。そして地面に落ちてまた来年花が咲くんだよ。そうか。植物の種類によって育ち方が違うんだよ。これはひまわり。ダンスしてるみたいだ。花の形も朝顔とは随分違うね。中に小さな花がいっぱいあるみたい。これがみんな種になるんだよ。すごい数でしょう。うん、こんなにあればまた来年綺麗なひまわりがたくさん咲くね。伸びてる。うわー、キラキラして綺麗だな。夕方になると根から吸い上げた水を葉の縁の小さな穴から出して、それが水玉になるんだ。穂が伸びてきたね。秋になると小さな花がいっぱい咲くんだよ。花が咲いた後、実ができてみんなが食べているご飯になるんだ。へえ。さつまいも食べたい。焼き芋がいいな。ダメだよ食べちゃ。これは種芋って言って、この伸びた芽を切って畑に植えるんだよ。すると地面の中にまたさつまいもができるんだよ。さつまいもは芋自体が種のように自分の子孫を増やしていくんだね。真ん中にもうつぼみができてるよ。つぼみができてから茎が伸びるんだ。そうだよ。そして茎が伸びきると花が咲くんだ。でも夜になるとしぼんで、朝また咲くってことを繰り返すんだよ。ああ、とうとう花が枯れちゃった。でも見ててごらん。あ、綿帽子に変身してる。この綿帽子はたくさんの種でできてるんだ。この種が一つずつ風で飛んでいって、地面に落ちてまた花を咲かせるんだよ。どこに飛んでっか追いかけて見てみようよ。あ、さっきのアゲハチョウどこ行くのかな。クヌギ林だ。
いたぞいたぞ。虫たちが集まって木から出る樹液を吸ってるんだ。あ、蜂が大紫を追っ払った。今度はスズメバチが来たぞ。さっきの蜂がスズメバチに追い払われちゃった。カブトムシが樹液を吸ってる。あ、カブトムシとクワガタが喧嘩を始めた。樹液がたくさん出る場所の取り合いをしてるんだよ。生き物って餌を取るのが大変なんだね。今度は水の中の生き物を見てみよう。どうやって見るの？ヘリカメラ。ドラえもん、怪獣だ。違うよ、これは蚊の幼虫のボウフラなんだ。これは赤虫、ユスリカの幼虫。枯れ葉を食べてるね。あ、ボウフラが赤虫を食べてる。赤虫を食べたボウフラが今度はヤゴに食べられてる。さっきのヤゴがもっと大きなヤゴに食べられちゃってる。そうなんだ、自然の中では大きな生き物が小さな生き物を食べる、強いものが弱いものを食べるっていうように順番に食べたり食べられたりして生きてるんだ。これを食物連鎖って言うんだよ。まずキリギリスがツユムシを食べて、今度はそのキリギリスがカマキリに捕まって、カマキリはクモに食べられちゃうんだ。そうして小さな虫たちは鳥に食べられる。そうだよ、こんな風に地球上の生き物たちはみんなが食べたり食べられたりして生きていくことができるようになっているんだ。他の生き物はどんなものを食べてるのかな？まず最初はクマが鮭を捕まえるところ。ここはアフリカ、チーターが獲物を狙ってる。テントウムシの幼虫はアブラムシが好きなんだよ。今度は食べ方のいろいろ。わあ、人間みたいに手を使って上手に食べるね。タコはエビやカニが大好物なんだ。硬い殻は残して中身だけを食べるんだよ。この魚はウツボ、すごく鋭い歯をしているんだ。ハナギンチャクは上から落ちてくる餌を上手に絡め取って食べてるね。昆虫なんかに水を吹きかけて
水面に落としてから食べるんだよ。へえ。クジラは大きな口を開けて水と一緒にたくさんの魚を食べているんだ。餌を食べてるのさ。植物でも食べるのがいるんだよ。虫が来ると葉を閉じて虫を溶かす液を出して食べるんだ。へえ、植物でも虫を食べちゃうんだ。あれ、何が動いてんだろう。アリ地獄、ウスバカゲロウの幼虫。砂を掘ったところに虫が落ちてくると捕まえて食べるんだよ。あれ、また砂に隠れちゃった。あれ、ドラえもん、どこに隠れちゃったんだ。ここだよ、のび太くん。ああ、なんだ、びっくりしちゃったじゃない。もう忍者帽子なんかで遊んで。ごめんごめん。でも生き物の中には忍者みたいに上手に身を隠すのがたくさんいるんだよ。へえ。なんだ、何にもいないじゃない。なんか隠れてるの。餌を出してみるとわかるよ。ほら、ヒラメだよ。体の色を砂に似せて隠れるんだ。今度も何か隠れてんのかな。あ、蝶を捕まえた。鼻カマキリだよ。鼻の上にいると同じように見えて全くわからなくなるでしょ。うん、なんだ、ただの枯れ葉じゃない。あ、羽を広げた。これは枯れ葉カマキリ。こうやって隠れてるのは急に出てきて他の生き物を捕まえるためなんだよ。枯れ葉みたいだけど。あー、やっぱり蝶だった。ドラえもん、ここにもなんか隠れてるの。ただの枝じゃない。でも違うんだ、これは七節。木の枝とそっくりでしょ。うん。海の中にも忍者がいるの。このタコがそうさ。周りの岩の色や模様に合わせてすぐに体の色や模様が変わっていくでしょ。
ねえ、ドラえもん、もっと面白い生き物はいないのかな？それじゃあ、どこでもドアで、いろんな珍しい生き物を見に行こう。あん。よいしょ。ヘラクレスカブトムシとネプチューンカブトムシの戦いだ。このカブトムシは南アメリカに住んでるんだよ。ヘラクレスカブトムシは世界で一番大きなカブトムシなんだ。すごい。今度はクワガタ同士の戦いだ。樹液の場所を取るために戦ってるんだよ。わあ、魚も喧嘩するんだね。これはメスを奪い合う戦いさ。自分の子孫を残すためには大変なんだね。枯葉カマキリの喧嘩ってまるでボクシングみたい。猿も喧嘩してる。喧嘩じゃなくてこれは遊んでるのさ。子供の猿は遊びながらいろんなことを勉強するんだ。こんなにいっぱいで喧嘩してんのかな。違うよ。アリとアブラムシは仲良しなんだよ。アリはアブラムシのお尻から出る蜜をもらってるのさ。この小さな魚はクマノミって言ってね、敵が来るとイソギンチャクに隠れちゃうんだよ。まるでかくれんぼしてるみたい。もっと水の中の生き物を見てみたいな。あー、ザリガニがいた。あれ、お腹になんかついてるよ。ザリガニの卵だよ。はあ、ザリガニが生まれてる。お母さんと同じ格好してかわいいね。あれ、寝ちゃってんのかな。違うよ。これから皮を脱ぐ、脱皮をするところさ。ザリガニは何度も脱皮をして大きくなっていくんだよ。今度はメダカだ。お腹に抱えてるのは卵かな。そうだよ。水草に産みつけるんだ。ほら、メダカの赤ちゃんの誕生だよ。殻をほじったり逆さにしたりして何してんだろう。引っ越しだよ。ヤドカリは自分の入っている貝殻が小さくなるともっと大きな貝殻に引っ越すんだ。そうか、さっきは殻の大掃除をしてたんだ。この魚はイシガキフグ。敵に襲われたりすると体が膨らむんだ。本当だ。ドラえもんみたいに丸くなっちゃった。僕はあんなに丸くないよ。綺麗なドレスを着てるみたいだ。でも背中のトゲには毒があるんだよ。毒が？
面白い泳ぎ方。まるで宇宙船が飛んでくるみたいだね。これはハコフグ。四角い体をしてて箱みたいでしょ。本当。あれ、砂の中に紐がある。これはチンアナゴ。敵が来ると砂の中に隠れちゃうんだよ。どうだったのび太くん。昆虫も植物も僕たち人間と同じようにみんな生きてるんだね。あ、そういえば僕の朝顔。あ、忘れてた。あのままじゃ観察日記が書けないよ。しょうがないな。元気になるじょうろ。このじょうろでお水をあげると枯れたり弱ったりした草や木がたちまち元気になるんだよ。へえ。うわあ！おおおおおお！もうつるが！ああ巻いてく巻いてく巻いてく！あ、つぼみが開いたー！わーい！あーあーああしぼんで、あーでたた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 、なんだ？ああ、あっという間に種ができて枯れちゃった。一体どういうことなの？もしかしたら元気になりすぎて一気に花が終わっちゃったみたい。じゃあ僕の観察日記はどうなんのさ。また種まきからやり直しかな。女ごめん。ひどいよそれは。今度は本当に何とかするからね。出てきた21世紀子ども薬科の本も発売中です。生き物だけでなくいろんなことがいっぱい載っています。それから生き物についてもっと詳しく知りたい人にはドラえもんのび太の昆虫図鑑魚介図鑑も